日本東京都八王子市、やり水やり水は、東京都八王子市の地名。現行行政地名は、やり水二丁目とやり水。住居表示未実施区域。郵便番号は192-0375。開発地域の風景、やり水小山給水所の給水塔東京都、八王子市の南部に位置する地域。東で中山、上ゆずき、南大沢。 南で、町田市小山が丘、西で、町田市相原町、北で、北の台片倉町と隣接する。西部には、国道16号と、国道16号八王子バイパスが通っている。吉木盆地の採用に位置し、周囲は、多摩丘陵に囲まれている。多摩ニュータウンの開発地域内ではあるが、ほとんど、開発されていない。槍水二丁目は、新しい団地が、多く、 まだ整備されていない土地も多い。槍水は、大栗川の源流部にあたり、湧水が大変豊富であった。そのため、玉丘梁の斜面に、槍のように尖らせた竹筒を打ち込んで、飲料水を得ていた。この方法を、槍水といい、地名の由来になったと言われる。江戸時代、槍水は、木々との取引で、江戸槍水と呼ばれるほどの賑わいを見せ、 槍水商人と呼ばれるという商人集団が生まれた。日米修好通商条約により横浜港が開港すると、高値で売りたい、養蚕農家とキートが欲しい外国商社との間を取り持ち、各地からキートを買い集め、槍水村にある自前の蔵に蓄え、頃合いを見て高値転売を行うという手法で一層、発達した。この時代、平本平米、八木下陽右衛門、 大塚徳左衛門、大塚五郎吉などの商人が活躍し、1851年には、まだ鎖国中にもかかわらず、外国人を接待するための、偉人館と呼ばれた、螺旋階段付きの洋館まで建てられ、開国後には、イギリスの外交官、アーネスト佐藤も、偉人館を訪れて宿泊したという。やり水は、最盛期を迎えるが、そのほとんどが、 明治時代の中頃までには没落してしまった。絹の道は、東京都八王子市から神奈川県横浜市までを結ぶ街道であり、鉄道が発展する明治中期頃まで横浜港に向けて輸出用の木糸が運ばれていたルートである。浜街道、神奈川王冠と呼ばれていたが、1957年、郷土市屋の橋本義雄によって絹の道と命名された。 1985年、八王子市は、市支店史跡、絹の道の保全と環境整備を目的とする基本構想を策定した。この基本構想により、槍水の木糸省で、石垣大臣と呼ばれた、八木下金名門下屋敷跡に、絹の道の中心施設となる休憩所付きの資料館が整備されることになった。1987年から、 発掘調査による遺構の確認や石垣の修復が行われた後、1990年3月に木造のもみや入りもや屋根を持つ絹の銅資料館が完成、開館した。資料館付近の御天橋から絹の銅日前までの絹の道を史跡に指定している。このうち約 1km の未舗送の部分は文化庁選定の歴史の道百選に選ばれている。 やり水に本社を置いていた鉄道事業者により計画された未成線。没落を免れたやり水商人の末裔である大塚宇十郎によって計画された。神奈川県津久井郡川尻村から玉市の宮まで電気鉄道を敷設し、そこで玉南電鉄に接続した上で新宿駅まで電車を直通させる計画であった。 南多摩郡と津久井郡を結ぶ意味で社名を南津電気鉄道株式会社とした。1924年、槍水の栄戦寺で、北起集会が行われ、大栗川横の空き家を借りて事務所を開いた。1926年には、鉄道免許を取得し、工事も第一期区間である、槍水近辺で一部レールの敷設も完了し、 河川柱用の丸太まで準備されていたというが、1929年の世界恐慌の影響で、キートの価格が暴落し、資金繰りが悪化したため工事は中断。計画は頓挫し、1936年に会社は解散することとなった。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。槍水では12月8日は8日層といい一つ目小僧が来る日とされている。その日は家の表に竹で編んだ籠を吊るした。目がいっぱいあるように見え、それを見た一つ目小僧が退散するのだという。小泉や屋敷同両道あと八王子バイパス道、両山古道橋町内に鉄道駅は存在しない。 タマニュータウン区域へのアクセスは、京王相模原線南大沢駅から路線バスを利用するのが一般的である。町域内で以下の事業者が路線バスを運行している。他多数、ありがとうございます。